というところで先週から続きまして今週もですね安田プロにゲストに来ていただきましたけどもゴルフの難しいなって思うところはまあ女子でいうとまあ3日間が基本ですか、まあ、4日間もありますよね、はい、でその中で野球だと今日全然ダメでも明日もし3本とかヒットったらチャラになるんですよートータル成績なんで,でそう考えるとなんかゴルフって1回やらかしちゃったら終わるっすよね 結構ガーンいったらガーンいったら終わるんですよかそのなんか持って行き方って難しくないですか。なんか初日二日目決勝みたいな。初日二日目にあんまり飛ばしすぎて、うん、いい波に乗りすぎると失速する可能性があるんで。うん やっぱうまい選手ほど、初日二日目じわじわじわき、じわじわきて。最終日ポーンって行くんで、なんかこう初日二日目で自分のフィーリングを掴むじゃないですけど、まあ調子悪くても。ちょっと耐えておいて、こんな感じなんだな、今週はこんな感じなんだな、ちょっと良くなってきたなあみたいな。で、最終日にフィーリングきたーみたいな。がも理想。理想ですね。でもどうするんですか、初日からもうフィーリングきたみたいな。いや、あるんですよ、たまに、フィーリング来ちゃってんなーって時あるんですけど。 時はもう止めないです。ブレーキ踏まないでとりあえず行けるとこまで行っちゃえみたいな感じですかねでもそれでですよね。行きれることももちろんけどまあんか私の場合なんですけど初日すごい良かったら良かった次の日ってまた良くするのってすごい難しいんで良くて次の日ちょっと悪くてもとりあえず次の日にチャンスを残せればいいっていう気持ちで戦えば まあ、最終日に何とかつなげられるかなっていう感覚で、うん、プレーしてますね。まあ、そうっすよね。今話聞いて考えたら。良かった。それ以上良くするのって。ね、ゴルフって、まあ、ね。全ホールバーディーって、まあ、無理じゃないですか。はい、って考えると。それ以上に良くするって難しいっすね、うん。そうなんですよ。だから、一日やって、すごい初日良かったって言って。明日はこれ以上にって思うと、絶対こう、やっぱりこうなってきた時に。うんうんうん 予想以上にこうダメージが来てもどんどんこうなってしまうっていう私のこうなんかこうあってだからもう次の日は良かった時は次の日はとりあえず落ち着いてちょっと悪くてもあんまりへこまないようにしようっていう気持ちで戦ってる感じですねそののメンタリティちょっと現役の時欲しかっっ <laughs> ったたで今今思らだて野球でも今日3本打ちました 今日ホームラン含めて猛打賞を打ちましたってなった時に明日それ以上にって打席4回ぐらいしかないのに以上ないですもん、ね、<laughs> いや,でもいや難しいですよねそれ以上目指したくなるんじゃないですかうん、うん、スポーツ選手いやりたいって、うん、それ以上したいって思うけど、うん、できなかった時のダメージがどんどん引きずっちゃうって、うん、なんかゴルフってこう切り替えが大事なんでうん、うん、そこを引きずってしまうと、まあ、野球もそうかもしれないんですけどと、うん、思うと。 なんかこう気持ちの持ちようって結構大事だなって。それありますよね。なんかプロフェッショナルって思えば思うほど、うん、今日より明日、明日より明日って言っも,もう毎日絶対成長みたいな。いや <laughs> いや。<laughs> 言うじゃないですかいやいや。でもそうなんですよ。気持ちはそうなんですけど <laughs> 現実はそううまくいかなくて。<laughs> これもう本当これもうトラップですね。日々成長です。皆さん気をつけてください。<laughs> <laughs>